皆さんこんにちは、ヤマチャンネルのヤマケンです。前回のリーグ戦、対人戦3対0で勝つことができました。これで現在1位をキープしています。そして第3節、今回はコム戦になります。ここもしっかり勝って次の試合につなげられたらなと思ってますので、ワールドリーグサードディビジョン第3節、よかったらご覧ください。もう間もなくキックオフとなります。さあキックオフ、今前半が始まりました。今日の両チームのフォーメーションです。両チームは4-3-3のフォーメーションです。フォワードディフェンスの能力が高くバランスと取れたチームです。一方相手チームも同じようなフォーメーションでのマッチアップとなります。中央からワントラップ、どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、出しました。ここで繰り返す、ここで縦を狙っていく。あまりにどう崩していくのかじっくりと見守っていきます。均衡した試合を制するべく動きを見せます。クリスティアーノ・ロナウドがここで持ちます。ラムシックがパスカットに入りました。前半両チームともまだシュートを打てていません。現在暫定首位、実力が確かなのはもちろん一本にもしています。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。トラップ、ゴールを受けます。逆サイドに振ります。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。スローインになります。スローイン、ワントラップ押さえて右から攻め上がります。この位置でゴールを奪う。プーチン、ここで奪われた。押さえます。前に出しました。ピアニッチから出る得意のロングフィードで相手の裏を作るか。ボールを入れます。中央へ、ワントラップサイドへ送って、ワントラップ、さあボール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。奪われます。これは変わらない。右から上がっていきます。縦へ送りました。相手ボールになります。ボールを受けます。この位置から相手選手を警戒します。ここでホイッスル、ハーフタイムに入ります。前半を踏まえて両監督は同じ作戦。さあ後半のキックオフ、前半は同点、両者譲らない展開となりました。後半を伺い、まず何とか早めに1点が欲しいところでしょう。ボールを奪いました。両チームは個人突破、トラップ、さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。セーフティーにクリア、タッチを割ります。ローイン、右へ送ってパスを送ります。右からのクロス、サイド、このボールをに展開、ヘディングでしのぎます。左へ、ワントラップ、完全に戦術を抜かれていたように見えました。あの主審、ここで試合を止めます。少々危険なプレーで選手が倒れ込んでしまいました。今のプレーにイエローカードが出たようです。ここで勝負に出ます。貴重な先制ゴールを決め、チームの士気を上げます。
ここで先制ゴール、均衡が敗れた。これでゲーム展開はどうなるでしょうか。37分、ここで諦めずに果敢に両チームとも攻めてほしいところ。クロスを上げてサイドに出す。フーメルスからインシーニ、インシーニがここでキープ。右へ送った。これは読んでいました。ボールを奪われます。カルバハルからストーン。アディショナルタイム、もう時間がありません。パスを送りました。左から上がっていった。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。ボールが奪われました。試合終了のホイッスル。残念ながら黒星という結果になってしまいました。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。